おはようございます。5月21日土曜日、お茶つ。相変わらず大したネタもないんですけれども、新聞にこんな記事が出ていましたので、ちょっと思いついたことを喋っていきたいと思います。10月1日、只見線全線開通という記事が載っております。これにつきまして、正直思っていることをちょっと述べていきたいと思います。あくまで普通の人目線の意見になりますけれども、復旧するのにもう10年そこらの歳月をかけてやっと開通するわけですけれども、鉄道ファンとその地域沿線の方々以外の人たちから見ますと、もう本当あんまりなんか関係ない話っていうか、影響のない話なんじゃないでしょうか。開通してもね、ふーんって感じなんじゃないかと思います。なんか本当そんな風に思います。まあ実際にもうほとんどの人が、ね、乗ったことのない、利用することのない乗り物なわけですから、そういう風になるのも仕方がないと思います。実際開通してみて利用客数がどれだけ変化するかっていうのはちょっと想像はつかないですけれども、そんなに大きくは変化しないんじゃないかとは思っています。開通ブームが終わって2年後3年後5年後に、どうなっていくかというところだと思います。元の状態に戻ったということだけになりますけれども、じゃあ元の状態がどうだったかというと、もともとそんなドル箱路線だったわけじゃないはずです。限定的な利用数しかなかったんじゃないでしょうか。もう既存の観光施設やもう景色だけでは、そんなに利用客数っていうのは変化しないんじゃないかと思います。昔からもう利用客数を増やすためにね、関係者の方々がいろいろ努力をされてたんですけれども、もう今現在ではそういう勢いっていうのは、ないんじゃないかと思います。で、私が思っていたのは、こういう鉄道とかこういう只見線に興味がない、関係のない人たちを、動かすような工夫が、必要なんじゃないかなということです。アニメやその漫画作品との紐付け、その作品にもう人気が出れば必然的にもう利用数っていうか注目が集まる、そういう方向性は悪くないと思うんですけれども、ただその人気の作品が作れてなかったというのが今回の只見線物語キャンペーン。いずれにせよ何らかの工夫を、仕掛けをしていかなければ、おそらく以前の状態とそんなに大きくは変わらないんじゃないかなと思いますよ。今のところ、今回の全線開通に関してはそんなに熱量は感じられません。新潟県側としては、やっぱりその遠くのお話であり、自分には関係のないお話、その開通直後は当然お祭りになるんでしょうけれども、その後、さっきも言いましたけど元に戻っただけなので、いずれはもう風化してしまうんじゃないかなという心配があります。こればっかりはちょっと開けてみないとわからないですけれども、関係者皆様のさらなる努力を期待したいと思います。本当に長年月と費用をかけた割には、熱量が感じられません。本当に関心のないような人がでも乗りに行きたくなるような、そういう雰囲気にならないとダメでしょう。もうせっかくのもう世紀の一大イベントですので、これをもう利用しない手はありません。この機会を
利用して只見線の注目並びに利用数を増やすという、そういう努力、うん、そういうことを推奨する人を知事に選びたいと思います。新潟県知事選挙間近、あの候補者の皆様がどなたも多分只見線の利用活性化を公約に挙げてられないんじゃないかと思いますけれども、いかがなものでしょうか。なんなら私が知事に立候補してみますか。どうでしょうか。50いいねがついたら考えてみたいと思います。でまあそれはさておき、とにかく只見線に興味がないような人たちを動かすような仕掛け、これを考えていかなくてはいけないということで、今日はこれで終わりたいと思います。引き続き当チャンネルも、まあ、関連コンテンツ情報を配信予定していますので、ご期待ください。それではまた来週。いろいろ事情がありまして、トークにキレがありません。それではまた、バイバイ。